なんと3つの種類のリズム一致してるんすね。聞く人が聞いたら分かるリズムの秘密や難しさがある。流行曲に隠されたリズムの秘密を私プロドラマのビースタンが愛とリスペクトを持って徹底解説紹介していくこの企画。本日の楽曲はお待ちかね、オフィシャルヒゲダンディズム様の Cry Baby。 いや本当にこの曲はドラマーから見てもすごいのよ。この Cry Baby の楽曲難易度を SABC でランク付けするとしたら、この楽曲の難易度は S ランク。曲中の転調がめちゃくちゃ複雑で斬新で、よくそこにね注目されがちなんですけど、実はリズムもめちゃくちゃすごいんです。なので今日はそんなこの楽曲に隠されたドラムリズムの素晴らしさ、そしてヒゲダンのドラマーであるちゃんまつこと増田雅昭さんの素晴らしいプレーに注目していきながら、こちらの3つのポイントに分けて解説をしていきたいと思います。それでは早速いってみよう。ポイントその1、右足のダブル超絶踏みまくり。ドラムのテクニックの一つである右足のダブル2連打ですね、これのことです。この右足を2連打するテクニック、当然このクライベイビーにもたくさん登場するんですけれども、2連打っていうのはプロでも実は安定させるの難しいんですよ。その根拠として、実はこの2連打を踏む踏み方だけでもなんとこれだけ踏み方の種類があるんですよ。足の動かし方によってどういうアプローチをするのか、これは人による好みだったり出したい音色にだったりによって踏み方を選ぶことになります。ただ2回連続で踏むっていうだけって聞くと、それがどうかしたのって感じかと思うんですけど、すごく繊細に足を動かすなんてそもそも難しいじゃないですか。なおかつ2連打で早く綺麗に強くってなると、これだけのテクニックを駆使したり選びながら演奏しないと安定させるのが難しいっていうぐらい、実は2連打のハードルって高いんですよ。僕はなんですけど、内側からのスイベルを少し織り交ぜたスライド奏法って感じでツイン踏んでますかね。んーで、クライベイビー、そんな2連打のビートが基本になっているので、これ1曲通して2連打が登場する回数を僕数えてみました。その結果ですね、なんとクライベイビー1曲通して登場する回数は86回でした。このテンポ100の羽の2連打が86回曲中に登場するって、結構実はこれドラマ殺しなんですよ。例えば他の曲で言うと登場する回数これぐらいなんですね。こんぐらい2連打が出てくる曲を演奏するってなったら、やっぱ安定させるのめちゃくちゃ難しいと思うんですよね。早かったり激しかったり複雑な曲ほど難しいんだろうなって思われがちなんですけど、実はこういう風なミドルテンポな楽曲でもそういう難しさの秘密って実は隠されてたりするんですよね。聞く人が聞いたら分かるリズムの秘密や難しさがある、それをやってるから、ヒゲダンさん、そしてちゃんまつさん、めっちゃかっこいいず。はい、そしてポイント2、基本のビートももちろんかっこいいんですが、フィルインおかずもかっこいいものいっぱいあります。今回はいいとこ取りしてこれ活かしてるフィルインだなっていうのを2つ紹介します。まず1つ目、このフィルインですね。このフィルインの秀逸な点、それは汎用性が高い。いろんな種類のビートに対応しやすいんですね。それこそポイント1、ポイント3にもつながるんですが、跳ねているリズムとそれ以外のリズム、これどちらにも違和感なく対応できるようなリズムなんですね。例えば跳ねないリズム、そして跳ねているリズム、かっこいいっすね。なんとさらにさらに3連系のリズムでも使っちゃってもいいんじゃないですか。というようにポップ、ロック、そしてエモいバラードまでいろんなところに登場しても違和感なく、そして盛り上げられるような、そんな秀逸なフィルインだと思うんですよね。これが一つ。はい、クライベイビーの秀逸なフィルイン二つ目、24スネア残しフィルイン。24のスネアを残したフィルイン、これどういうことかっていうと、ビートって基本的に2拍4拍目の位置にアクセントのなるスネアが来るわけなんですよね。1、
1、2、3、4、2拍4拍にスネアが来てて、だいたいフィルインとかおかずってこの2、4のスネアを崩してバリエーションをつけて次の展開に行くのが一般的です。例えば僕がクライベイビーのおかずをつけるならこんな感じかなって普通は考えます。今 A メロから B メロに渡るポイントでというフィルインを入れましたが、 2-4 のスネアはもう崩れちゃってますよね。まあもちろんあえて崩すことで彩りをつけるという意図があってのことなんですが、このクライベイビーのチャンマツさんのフィルイン非常にかっこいいです。 2-4 のスネアを崩さずに手もタムを織り交ぜておかずに見せるという手法、ビートを保ちながらもフィルインにする、これかっこいいですね。非常にテクニカルです。例えばじゃあ他にも紹介するんだとしたらこんな感じはどうだろうなとかね、とかね。難易度自体はこれそれぞれそんな高くないんですよ。ただ入れどころだったりとか音のチョイスによってすごくセンスのあるアプローチだなっていうのを感じるフィルインなんでかっけんっす。クライベイビーのここがやばい。ポイントその3。リズムも転調しまくってる。僕が前に出させていただいて一番バズった動画、キングヌー白日のドラム解説動画を出した時に、白日の曲中で跳ねているリズムと跳ねてないリズムを実は意図的に使い分けている。こんな手法を使ってるバンド今までいなかったぜっていうような動画を出したんですけど、実はですね、このクライベイビーもなんと3つの種類のリズム行き来してるんすね。まずじゃあその3つの種類のビートの変化、これをまずは聞き比べていただきたい。羽のクライベイビーどうぞ。はい、じゃあこのビートを次跳ねさせないで叩くとこんな感じ。3つ目、3連のリズムだとこんな感じ。はい、これ分かった方は分かると思います。これ3連跳ねないリズム、これスクエアなリズムと呼んだりもしますけれども、を使っている箇所あるんですね。それがこの部分です。はい、見ていただきました。ビシバシと人を揺れさせるような弾ませるようなリズムが羽のリズムだとしたら、3連のリズムって少しふわーっとするような、だから空をテーマにしたような曲とか、なんか海の中で泳ぐような揺れるような曲とか3連のテンポが合うなと個人的には思うんですが、結構羽から3連にいきなりパートで切り替えるって勇気あるアレンジだなと思うんですが、こういう細部へのこだわりがやっぱこの曲のエネルギーだったり、こんだけもう第一線で活躍してるのに忘れないチャレンジ精神、これ転調にも現れると思いますが、リズムにもいろんな秘密、チャレンジ精神が実は隠されている曲、それがクライベイビーなんすよ。これを僕は伝えたかった。どうです、面白くないっすか。はい、というわけで本日は3つのポイントに分けて、オフィシャルヒゲダンディズム様のクライベイビーのドラム、そしてチャンマツさんのかっこよさ解説させていただきました。まあ、こうやって僕が紹介することでドラムにも注目してほしいし、いろんなミュージシャン、アーティストのこだわりや美学、それが伝わったら嬉しいなと思います。これからも、あ、この楽曲、このアーティスト、このドラマーさんのこのリズムかっこいいなっていうようなこと、プロとしての僕の観点で皆さんにどんどん紹介していきたいと思います。皆さんも私ビスターに紹介してほしいな、解説してほしいなっていう曲アーティストいたら、ぜひコメントでバシバシお寄せください。本日の動画が面白かった、ためになったという方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。
はい、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ビスさんでした。またお会いしましょう。バイビス。